お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら魔女枯渇デッキをね使っていきたいなと思います。というわけで、お前どんだけこのおばちゃん好きなんだっていう感じに思われるかもしれないんですけど、ちょっとねこのカード弱いと言われすぎててかわいそうなので、ちょっと救ってあげたいなという気持ちもありつつ、ちょっと面白いカードなので気に入ってます。はい、というわけで、バレバレ枯渇のプリンセスですね。今までだったら若いプリンセスちゃんだったんですけど、このおばあちゃんになった形も、海外のね、結構有名なプロ選手とか、も使ってましたので、今日はちょっとね、この、おばあちゃん型でね、こう、使っていこうかなと思います。若い子が好きならば、ちょっとこう、プリンセス型で、みたいな。こう、やっぱ好みが分かれるかもしれないんですけども。僕は違うんですけどね、別にその、はい、そこはこう、お任せしますよと。いうところで、魔女になったことによって、何が良くて何がダメなのかって言われると、結構難しいところではあるんですけども、本当に難しいんですよ。難しいところではあるんですけど、このデッキだと、削りが限られますので、相手がね、すぐウッドとタルババを持ってるとか、そういった時に、どうしても入らないと。そんな時には、この魔女がね、頑張って育成した、豚によって、ダメージを稼ぐみたいな。いう場面も、ないことはないかもしれなさそうぐらいですかね。とりあえず、バルーンはボムだけで止まりますね、基本的には。おばちゃん、いますけど、そんな気にせずに、バレバレで攻める感じで、今までプリンセスを出すような場面で、同じようにね、マザーネクロを出していって、ダメージ、豚がね、取ればラッキーというような感じかなと。思います。マザーネクロプラスのナイトだったり、吹き矢プラスのナイトの形は、強いと思うので、その形をね基本的に意識しつつやっていければいいかなと思います。さあ、強化されたコウモリがね結構嫌らしいですけども、ここナイトとか蓋してあげて、相手ウッド系多分持ってましたね。持ってたけどそんな覚えてないですね。さあ、今回相手はデリバリーロイフグかな。いや、ナッツ、ロイフグだったっけ。なんか形がもうすでに懐かしいっていう。コウモリ復活によってディガーでしたね。こういろんなね古いデッキが復活してくるんじゃないかなと。いや、これあれだな。大丈夫か、いらんかった、救いたかった。さあ、というわけで、吹き矢は強いですね。今回とはコウモリのハンターバルーンっていう、ちょっとでデリでしたね。デリで、あとはディガーのダメージは僕はどれだけ防げるかっていうところだと思うので、スケブ、雪玉一緒に飛んできたら厄介ですけど、てか、デリ雪なんですね。結構嫌ですね。でもデリ雪となると、僕のこのママがね、はい、ネクロちゃんが生きるんじゃない、うわ、ルート強制、うわ、それはやばい。それはやばいけど、たまたま耐えた、でかいな。いや、これはギリ耐えれるんですよ。爆破で、うわ、耐えれない。耐えれないってやばい。で、ここにコウモリ来る。やばい、俺のコウモリ読みも当たらない。ちょっと待てよ。そうなると、ちょっと危なっかしくなってくるが、これはね、もう可能性しかないですよ。この豚が、見て、来たから、この、絶対俺負けたじゃんっていう状況から、豚を4体くらい作って、マジでワンチャンない。待って、俺これで止められたらさすがに萎えるんだけど。頑張れ。いや、すげえ止められそう。バカ。もうちょっと頑張れや、豚。もうちょっと頑張れや。いや、でも、いいよ。で、これ、ディガ裏ですね。ディガ裏。拾う。オッケー。ボムで、爆破入れない。オッケー。あと、ウッド2周だな。ウッド2周か、相手の方が早いか。いや、これ、スケバレで一回攻めます。で、ウッド1周目。で、さあ、デリが間に合うか、間に合わない。ナイス、グッドゲームですね。皆さん、これ見ました。多分、プリンセスだったら、負けてたんですよ。でもこれは結構ガチじゃないですか。結構ガチで、プリンセスじゃなくて、魔女、おばちゃん、ママ、呼び方ありすぎてちょっと困るんですけど、おばちゃんだったからこそ勝てた説は否めないですよね、本当に。いや、マジで可能性があるんですよね。だから、こう、やっぱ、スペルが多い相手ですよね。今の相手はデリバリー雪玉だったんですけど、そんな感じで、スプレーが多い相手に対して、魔女なことによって、革命が起きるというような
感じでございます。いや今の勝てたのでっかすぎない？やばかったの。よしさ、まあ、ここは一旦なんかまあ普通にねバレバレみたいな。でこことかね見て見て来るよ。今までのプリンセスだったらただ処理してただけ。でもこのちょっと年齢いったねプリンちゃんはこの豚をね、あー豚めっちゃ作るけど全部いかれるっすね。まあ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 、まあ、いやでも結構いいな。いやボム置くかこれ。まあスケアミで囲んで守れなかった時用にいいぐらいのボムを先置きしましょうか。さあでディガーまあまあ、まあ今んとこね普通な枯渇で生きつつ、相手はコウモリメガナイトディガーでウォールブレイカー。メガナイトウォールブレイカーだ、出た。俺が大好きなデッキっすねこれ。いやしかもゴブリンコウモリ型、いやザップだけっすね。いやこのデッキね大好きなんですよ僕。というわけでまあゴブリンバレルとかスケバレを飛ばすだけ相手は苦しいと思いますね。積極的にね飛ばしていきましょうと。いやこのデッキマジで好きなんですよね。ザップよしよしよし、ザップ使ったらね相手はこれ僕の最強スケアミを突破できないっすよ。ザップ使ったんでね突破しようとしてくんな。これウッドいるかな。いやいらないな。でからのでコウモリが豚になってこのマスケットも時間稼いでくれると、いやいいな。でこの豚に対してゴブリンバレルとか合わせると相手からしたらねコウモリとか出さないといけないんですけど、あーいいねいいね。うわ豚になる、いいね。ちょっと待ってちょっと待って、良すぎない本当に、うん、びっくりなんですけど結構。あこれ D が当てられるっすね。当てない、当てないのラッキー。豚になる、あ豚になれお前たち、だん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 豚になっていけ。だからメガナイトで踏まれるんで、あんま意味ないっていうあんま意味ないっていうところもあるんですけど、まあまあまあしっかりね耐えていきましょうと。でまあまあスケアミ最強、ここナイト蓋するか悩むな。一回置きましょうか。いやいいウッドだ。で積極的にスケバレ飛ばしたいですね。ゴブリンバレルはゴブリンとかで結局抑えられちゃうんで、よしよし。いや豚になる。でこのメガナイト系なんで後ろから僕はイモりたいですね。このまあ豚にすることによって相手のユニットを貯めちゃうっていう一つ良くない部分もあるんですけど、よいしょ。いやでもここでもうバレルとか飛ばしてね、いやいいですよ。吹き矢行かれちゃったっすよ先輩、先輩頼むぞボム。よしよしよし。でここで、まあ、またね豚を作っていくと。いやー豚を作るのこれ結構熱いっすね。でまああのマシは死んでもいいっすね。でこれしっかり守りましょうか。でこの辺に吹き矢出した方が相手からしたらイモりにくいっすよね。でまあ、ザップ来るかもしれないけど、まあ、これはあ危ない、待って待って待って、やばいやばい、痛いよ痛いよ。まあ、ディーガーが痛いですね。いやまあまあまあ相手も結構コス使ったと思うので単純にこれはきついぞ防衛が。上ミニピカメガナイトとか間に合う、うわ間に合うんかい、これやばいっすね。まあ後ろのナイトでメガナイトを釣ってそこにあれしたいな。やばい待って待って、あ舞台になって、オッケーオッケー、舞台になってことによってこの陸受けがこの僕のきつい陸受けを防いでくれてる。いやナイスすぎるだろそこに来てこの陸受けは逆にめっちゃいいかもしんないですね。ちょっとメガネてくるが、ちょっと気持ち積極的にね行っちゃいたい気持ちもある。よしよしよし、陸受けがないので溶かして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 ウッドとかしてダメージ抑えてね。相手めっちゃ攻めてきてますねこれ。これ舞台になる、舞台になんないと結構陸受けがね僕きついんですよね。いやゴブリンで完封される、いやゴブリン強すぎ。ウッドで耐えましょうか、耐えて耐えて、あ豚がやっぱ豚がさっきからねめっちゃいい味出してんすよ。やばいっすよねこれマジで。多分プリンセスだと普通にこのメガナイトウォールブレイカーね勝てなかった気がするんです。まあ勝てないことはないと思うんですけど、このメガナイト受けっていうのがね結構きついところがあったんですけど、やばいっすよ。ちょっと待って待って待って、革命だこれは、これやばいっすね。豚にすることによって陸受けをカバーできてるんですよ。そんな発想ありました皆さん。だからもう本当に生贄ですよね相手のユニットを豚にしてその豚で攻めると見せかけて
まあ、縦にするっていう、本当に非常にあんまりよろしくない使い方なんですけど、まあ、もそれが強いっていう。今だってそれのおかげで、まあ、時間稼ぎして耐えれたので、いやこれマジでこの魔女が弱いって言われる理由わかんないみたいなとこない？結構なんか使い方次第では化けると思うんですけどね。さあエレキムータのデッキ僕わかんないっすね。あ、ディガーバルーンですね。世界大会でも使われてたバルーンっぽい顔してますね。相手これやったっすね。待って、相手の名前魔女だ。さあ、まあ、魔女には魔女をね、さあぶつけていきましょう。こう歯には歯をね、こう目には目をっていうね、こうそういうのもあるんですけど、やられたらね、入れ返すんですよ。魔女には魔女をぶつけていくんですよ。よいしょ。さあとりあえず魔女を見ます。あれ、今回のデッキ多分バルーンっぽい気もするんですけど、あ、これ延命しちゃうっす。延命したらなんと豚が出てくるんですよ。でしかも、あ、だからムートは壊れる施設になるっぽいので、ムートを壊しても豚になんないみたいな情報を聞いたっすね。さあここですね、このエレキは豚になるが、ムートはそう豚になんないですね。施設になっちゃうので、で施設からはもうこう生き物にはどうしても変われないというところで、これさ神のナイトでね、相手もねこうなかなかこの魔女がねきついっぽいですね。いや、やばくないですか。だって1戦目2戦目とこう今まででもすごい強いコカッデッキだったんですけど、魔女になったおかげで勝ててるのは冗談抜きで本当にね。あ、待って、なんだそれ、騙しか。さあ、やるな。これあれだな、気抜いたら両サイ行かれるやつですね。気づいたら、いや、えって10秒デッキ的なね、このサプライズ的なものがね若干怖かったんですけど、オーケー。さあ、ナイスグッドゲームというところで、やばいっすよ。やばい。だってね、みんな多分ねマンションに慣れてないんですよね。まあ使う人もですし、まあ使われてない側の人もなんですけど、いやもうどんどんいっちゃいましょう。魔女枯渇デッキですね。はい。まあ、陸受けカバーと、まあ、あとはダメージ、相手がまあ、ウッドザップヤナーメとか、まあ、そういったデッキの時に、まあ、本当にやっぱきつかったと。まあ、そこで、豚がね、活躍してくれるよ、というようなデッキです。よいしょ。さあ、今回相手はスケですね。スケアーチ、あ、クロスか。クロスはね、まあ、プリンちゃんでも豚でもきついよねっていう話だったんですけど、ホグでしたね。はい。これクエイク打たれるかな、打たれますよね。さあ、まあ、こういう相手に対して、まあ、プリンセスだったら、まあ、プリンちゃん全然活躍しなかったよね。まあ、だけど、こう、まあ、豚育成ね、マザー、ネクロマンサー、だと、そういう可能性がね、出てきてくれたら嬉しいな、というようなイメージでございます。まあ、とりあえず相手はクエイクウッドと、まあ、ユキかデリを持ってるんですよね。あ、デリですね。まあ、デリーはちょっとね、救いかもしれないですね。クエイクとユキだと、まあ、ユキで全部やられちゃう。まあ、デリーも言うて安けどね。まあ、可能性がないことはないですね。とりあえずこれ、何もできないですよね、絶対。よし。いいぞ。あるぞ。ちょっと延命しちゃおう。さあ、魔女を延命していく男。まあ、ボムタワー強すぎで、まあ、吹き矢とかで、あ、でもこれ見て、スケが来るかもしれない。いや、スケが来なかったら、これ、これを止めるのに、あ、ウッドか？いや、ウッドしたいけど、いや、ウッドしたら、いや、魔女が、あそこでなんかね、こう、豚を作るとか、いろいろできると、まあ、激アツだったんですけど、まあ、いや、魔女、いいな。なんか、地味に相手にコストを使わせられるんですよ。まあ、こういうところで使うと、まあ、ここでスケバレを出しちゃうと、なんかボムとかで美味しくいただかれちゃうんで、ここで意外に何もしないんですよ。マッシュだけで活かせると、なんか微妙なんですよね、こいつも。なんか微妙に来るから、相手もこう、なんかやりにくいみたいな。防衛がしにくいみたいな。で、これで乗ろうと、ここでね、舞台になると。いや、いいな。いや、このダメージでかいっすよ。僕削れないんでね。で、まあ、ここは、よし。まあ、このクエイクのダメージはもうしょうがないですね。でも、クエイクを使うと、みたいなね。そんな感じでね。これ多分デリー間に合わないっすよね。いや、間に合うか。若いなぁ、反応が。反応が若い。いや、これ、さとはめっちゃいいウッドで思いきや、
はい、いやー行かれるんかい、ボケボケボケイ。でまあボムで吹き矢ですね。まあここまでは、まあ、こういう展開ですね。まあ僕はだから毎回クエイクのダメージだけ受けていくって感じですね。まあ後の相手のダメージをどれだけ抑えられるか。いやでけえ、これでかいですね。でこれも早めに出しちゃいますね。でまあクエイク打たれる。いやこれ打っただけでいいかな。いやあ危ねえ、ナイス。いや舞台になる、まあ、舞台になるのは本当に正直どっちでもいい舞台になってくれ、すごいね。大事なわけではないんですけど、まあ可能性がね。いやウッド使う、あれ、いやでかい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 。でも豚は作らない。あ、これウッドするなくてもよかったかな。まあまあとりあえずナイトで蓋ボムで、これ吹き矢で置いた方がいいですね。置いて、あとはこの豚にね、いや豚に、これ豚がいることによって相手はボムを使わないといけないんですよ。いやそうするとスケバレとかを通しやすくなる。いややば、待って、豚によって世界変わってますよね、冗談抜きで。いやこの枯渇デッキプラス魔女がめっちゃ強い説もね否めないんですけど、やばいっすよね。いやしかもこれめっちゃいい追加、あれこれは間に合わないですね。いやグッドゲーム、ちょっと待って、俺今自分でもびっくりするぐらい魔女が強い、錯覚に陥っている。やばい、視聴者のみんなも引っかかってるかもしれない。魔女はもしかしたら強いのかもしれない。でも本当に強いのかもしれないですよね。今さっきのとかこう今日の僕の試合を見てると冗談抜きで強いと思うんですよ。はい、なのでぜひこの魔女枯渇ね、皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録ね、高評価コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。